どうも、笠井丸、リケタトペトと文字担当風紀のトウです。はい、ということで、今日の動画は受験生全員お疲れということで、はい、もうさすがにもう全員受験終わりましたということで、はい、うん、あと1年の方はもう1年頑張ってくださいと、まあ、ただひとまず一区切りここでついたので、全員お疲れということで、お疲れ様動画を撮らさせていただこうと。ということで、はい、今日は何？はい、カサニマロの当時の心境を思い出すということで、まあ、なんでこの企画をやってるかというと、まあ、なんだかんだ全然通じんねや。俺あの仲町兄弟の真似しててんけど。あー、わかりませんね。はい、もういいです。あの、ね、タイトル出てるのでこういう感じで喋りたいというふうに思いますということで、はい、はい、弁当、吹きの塔、それぞれ、センター試験、僕らの時代センター試験だったんですけど、センター試験、私立、国公立前期、国公立後期、この4箇所ね、あの、なんやろな、この重要なね、重大タイムポイントがあるんで、この4つの直後、直後、直前、どんな心境やったんかなっていうのを思い出していきたいなっていう雑談動画なんですけど、喋ってる感じだな、ね、そう。じゃあ、まずセンター試験やな。どうだった弁当から、じゃあどうぞ。 あ、 あとな、これぜひみんなにあのコメント欄に書いてほしいな、教えてほしい。なんかみんなでこう共有できたら結構楽しいかなと思って、別にどれかだけでもいいから、うんうん、ぜひ教えてください。そうやね、じゃあどうぞ。はい、コメント欄見ながら片手まで聞いてください。僕はセンター試験ね、あのマークミスをしまして、あの国語でマークミス、まあ、30点ぐらいドカーンってこうなくなって、でその直後がまあ英語リーディングやったんですけど、英語リーディング当時200点満点、もうずっと9割やったんですよ。でもそこでなんか僕の、ね、メンタルが死んでしまって5割を取ってしまったっていう伝説を残しまして、あの100点落ちました直前から。はい、ありがとうございます。それっていうのはさ、もうメンタルがゴカーンってことやった。まあ慣れたよね、完全に。まあ慣れたやん。マークミスで慣れたよね。どうでしたか、吹野斗くんは。今日はセンター自己ベストで、なんかな、うん、いける気がしてたっていうのも、先ほど2018年度、まあ弁当もしたけど、2018年のセンターか、17年度のセンターなんですけども、うん、なんせ2016年のセンター解いてみたら、一回やったことある問題もあってんけど、はいはい、88% あったんよ、得点率が。はいはいはい。だから、センターの問題にはジャストフィットしてた。もしは取れてなかったら、うんうん、センターの問題にジャストフィットしてたから、うんうん、まあ、本番いけるだろうなっていうので、まあね、あの、模試とかに比べたら自己ベストの 85% 出たんでね、良かったかなっていう感じでしたね。うん、ということで、ミスった成功したっていう、まあ、2人の心境が聞きたところで、じゃあそれを踏まえて私立試験なんですけど、私立試験、これはね、僕は同志社を1校だけ受けましたと。で、あの物理がね、これは僕物理解説してる身でこんなこと言うのもあれなんですけど、なんと同志社当日なんか3割ぐらいで本当に解いたら、大問3個あったんですけど、もう1個しか分からなかったんですよ。まあ、あと2個がもう、なん、はぁみたいな、何これみたいな問題だったんですけど、うん、むずすぎたんでしょうね。むずすぎて、得点調整で7割までいきました。落ちたかなって思いきや、ね、受かってたっていう、その予想外の嬉しさっていうね。うん、それはさ、もう慣れてなかった、メンタルは回復してたん、その時すでに。いや、慣れてましたよ。慣れてたから、過去問1年も解かずにいったもんね。はい、どうでしたか。謝ってほしいな、どうした本命の人に。吹野斗くん、どうでしたか。な、俺はまあ、あのその前にも、まあ、あの共通センターより前に防衛大学あったよね。防衛大学も受かってました、はいはい、センターも良かったです。絶好調よ、うんうん、で絶好調で、同社だけを受けてます、うん、で共通テストじゃあセンター利用で、職業病なこれな。センター利用で管楽立命館は受かってました、はいはい、っていう感じであって、で、まあ、管楽立命館ってない時に同社受けて2日って受けてるんですね、うんうんうん、で1個の日程はあのダメだったんですよ、シンプルに、はいはいはい、でここ でも余裕で受かると思ったからちょっとびっくりはしましたね、やっぱり。おマジかっていうっていうのと、あと横で貧乏ゆすりをされた回がダメだったんですよ、うんうん、だからもう貧乏ゆすりに関してはもうアンチ貧乏ゆすり委員会に入りたいぐらいは今でもなんか結構トラウマになってはいますね。はい、今でも、まあ、うん、貧乏ゆすりを注意するっていうのが大体丸三番に来るもんね、試験当日の注意点みたいな動画で。大体さ、そう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 、それぐらいには貧乏ゆすりは結構苦手ですね、タイプ的にはね。そうですね、気にならない人もいると思うんだけども、昨日は結構してほしくないなっていう感じ、うんうん、じゃあ感触としてはまあそうやな、その落ちた日程の方は、うん、貧乏ゆすりきつかったなってやったらやっぱ失敗してた、うんうんうん、でも行けたかなっていう回は受かってたっていう感じでしたね、うんうんうん、まあ、直感通りやったって感じかな。
はい、はいはいはい。じゃあちょっと二次試験まとめていきたいんですけど、前期試験2人とも受けてるので、ちょっと吹きのトークンからいきましょうか。前期試験、はい、まあ吹きのトークン前期試験落ちてる方なんですけども、はい、まあこんなのやったら第一志望の学部バレたら嫌やねんけども、めっちゃ女の子が多い学部やったんですね、行ったら。はいはいはい。でそれで圧倒されて、うんうんうん、まずそこでなんか、うん、でメンタルやられてるわけじゃないねんけども、うん、なんかアウェー感を感じちゃった、すごく、はあ、歓迎されてないような。でもこれはもうめっちゃ裸やねんけども、うんうんうん、ちょっと嫌な感じがしたんですよね。はいはいはい。でこれ多分言ったことないと思うけど、そうで、まあ問題解いてみたら、まあちょっと簡単やった気がするんよ、その年。うんうんうん。で、不況とセンター試験 A 判定なんで、うん、いけるやろうとも解いたって感じですね。で、数学は、うん、まあ、案の定、いつもできなかったんですけど、過去問もね、うんうんうん、案の定できなくて、っていう感じ。で、うん、オープンも実践も不況と D 判定と E 判定なんですね。だから二次試験が苦手っていうのもあって、なんかそんな感触は良くなかったですね。けどもセンター試験が判定なんで、まあ5割受かってるかなっていう感じでした。うん、なるほど。はい、じゃあ僕はプリクラ取りに行った。プリクラを取りに行った。ああ、まあそれはいいことや。一人、うん、人じゃないけどな、その同じ大学うちにいたメンバーでプリクラ取りに行きました。分かってるわ、一人なわけあるか。証明人プリクラな。僕はね、あ、かかんの前期試験ね、でも吹きのトークンと同じで僕も自信なかったんですよ。そう、さっき直感大体当たってるよって話したんですけども、うん、僕もまあ間違いなく落ちてるやろうなと、まあ、その年軟化してて、その帰りとか、このなんかもう受験生のこのまあ周りの人のこう見るじゃないですか、表情を、うん、うまくいってないから、軟化したんかな、以下したんかなっていうのをなんとなく察したいから、周りの表情見るやん、全員死んでたよね、うん、で、エゴサするじゃないですか、ツイッターで、エゴサっていうか、まあその広島大学試験とかって調べるじゃないですか、なんかツイッターはよく分かんない仕様で、広島大学イコール広大、広大イコール広大っていう。広大な大地とか広大くんとか、その広いに大って書いてたら全部引っかかるんですよ、広島大学って打っても。なぜか三段論法みたいな感じで、広島大学って言ったら広大だろみたいな、クソみたいな AI が働いて、で何もあの分かんなかったっていう状態で、不安なまま過ごしたら受かってたよって感じですね。いや、みんなが結構暗かった方は軟化してたんじゃない、シンプルに。いや、軟化してたよ、もう完全に。結構なんか弁当はどうしたも広大もどっちも軟化して、どっちも感触悪かったけど受かってたっていう感じだったってことよね。そう、軟化に助けられたよね、なんなら。なるほどね、うん、軟化ラッキー万歳って感じよな。そう、まあ、軟化したらシンプルにやっぱ差が広がるしね、二次試験で勝負がつくっていう感じだったよね、うん、だから逆転しやすかったよ、うん、うん、確かに。はい、後期試験どうだったんですか。後期試験結構嫌やったね。なんでかって言ったら、その同社のダメやった日程が確か後日程の方で、はいはい、前期試験失敗します。だから2連敗したよね、その時。そっか、結構嫌な感覚やったんよ、うんうんうん、前日さ、もう母親と2人でよ、母親と2人であの広島行って、うんうんうん、で原爆ドーム行っても観光しましたね。あー、でまだなるほど。母親と2人で旅行ってな、もうなんかこれからもあるかどうか分からんけども、うんうんうん、そうそうそう、なかなかなんか高校生って思春期真っ只中で一番なんか嫌がる時期やんか。はあ、まあまあまあ、そういう時期になんか、そう、それが新鮮で、そう、まあ母親とも多分いろんなこと喋ってたと思うし、楽しかったっていうのがあったんかもしれないですね、うん、でそれで結構リラックスできたっていうのはあったかなっていうふうに思ったりします。で広島、僕は修学旅行広島やった時も、修学旅行以来で、うん、あの広島焼きって言われる、まあ、お好み焼き食べたいね、うんうんうん、結構あの優雅に遊んで、でまあ面接は得意やったんですよ、うんうんうん、で入ったら結構いかつめのおっちゃんやったんですね、うん、で一発目自己紹介の時に、なんか君面白いねみたいな、なんか言われたんですよ。はいはい。でまあ勝ったって思いましたね、そこで。なるほど。そこからはもうなんか、うん、スラ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 言葉が出てきてっていう感じでしたね、うんうん、いや、まあ、いいね。あ、それが原体験になって、今も面接すごく得意な、基本とはすごく面接には自信があるんですけども、うんうんうん、こういう原体験があるかなっていうふうに思ったりします。でまあ満点で実際受かってるしね、うんうんうん、あったりしますね。そう、自分面接得意やって、得意なんやっていうメンタリティってめっちゃ大事やと思う。それ後期試験で培えてるのはめっちゃでかいやろうな。多分みんなもそういう人いると思うんで、面接で受かったっていう経験はもう今後のね、なんか就職活動とかもろもろ営業活動とか、あのいろんなことの礎になってきますんで、後期試験まで受けた人は本当にお疲れ様です。いや感じはね、うん、まあ勝ち癖ね、聞いてほしいよね、みんなね。そうやね、ぜひとも、今回ダメだった方も、浪人してぜひとも勝ち癖をつけていただいて、
はい、太郎の沼にだけは気をつけてくださいということで、とりあえず、受験生全員お疲れ様でしたという動画でございました。それじゃあ終わりましょう。バックトゥザフューチャー。バックトゥザフューチャー。